九州からお伝えします。元気な声で番組を紹介してくれたのは小倉南区の徳力団地幼稚園年長組の皆さんでした。園児の皆さんはおととい NHK 北九州放送局で行われた 4K8K の本放送開始を記念する式典に参加してくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではこちらからお伝えする最初のニュースです。若戸橋と若戸トンネルに関連したニュースです。今月1日北九州市の若松区と戸畑区を結ぶ若戸大橋と若戸トンネルの通行料金が無料となりました。中でも昭和37年1962年に開通した若戸大橋の通行料の無料化は地元にとっては悲願でした。また地域にも思わぬ効果が出てきています。無料化直前からの動きとともにまとめました。午前0時を前に無料化に向けた作業が始まろうとしています。北九州市戸畑区側にある若戸大橋の料金所では無料化を前に通行無料を知らせる看板を係員が慌ただしく設置する様子が見られました。料金収集を止めます。料金収集終了してください。そして12月1日午前0時、料金所の看板の明かりが消され、開通から56年間有料だった若戸大橋が無料で通行できるようになりました。今まで若戸大橋を通ってなかった人たちが、若松方面もしくは若松から小倉方面に行くことによって北九州全体の活性化が図られるのではないかと思っております。北九州市の道海湾に架かる若戸大橋、昭和37年に開通した北九州市若松区と戸畑区を結ぶ全長およそ 2.1 キロの吊り橋は当時東洋一の夢の吊り橋と呼ばれました。無料化直前の通行料は普通車で100円、大型車で150円など、1日の通行料は若戸大橋と若戸トンネルを合わせておよそ4万5000台、今年の春には開通以来の通行台数が7億台を超えるなど北九州市の交通の要です。どうぞ。無料化を記念して若松区では式典が行われました。若松の郷土芸能五平田囃子で無料化を祝いました。働き出した年にこれが できて感無量ですね。こんなのあったんが、みんな喜んであれするんじゃないかと思うんですね。対岸の戸畑区では橋のライトアップが始まりました。162個の LED 電球が若戸大橋を真っ赤に照らし出しました。若戸大橋が、家から見えるのですごく雰囲気も明るくなって、なんか街が明るくなったような気がして嬉しいです。ただになるということは若松と戸畑がお互いが住民が行き来して発展すると思います。はい、若戸大橋の無料化は私たちの生活にも影響します。橋を通行するバス路線を運行している北九州市営バスと西鉄バスはこれらの路線の運賃を10円から最大で80円値下げしました。産業面でも無料化による活性化を期待する声が。
若松区にあるリサイクル会社では使用済みペットボトルなどを若戸大橋を使って運んでいます。また会社では従業員が通勤で橋を使う際の通行料も負担していました。無料化によって年間およそ500万円の経費が削減できるといいます。さらに町全体にも良い影響が出ると今後に期待しています。この、無料化によってですね、既存の企業さんに関しましては活性化が、図れると思われます。またさらにはですね、新規企業さんとかですね、新規雇用の方も見込まれるということでですね、ますますですね、若松の方が活性していっていただければなと思っております。無料化の影響はこんなところにも。若松区の中心部では複数のマンションの建設が始まっています。背景には若戸大橋と若戸トンネルの無料化によって小倉などとのアクセスが良くなり、その結果住宅地としての魅力が高まったことが挙げられています。開通から56年を経てようやく実現した無料化。この取り組みが北九州の活性化の新たなる起爆剤になるのか注目されます。地域の悲願だった若戸大橋と若戸トンネルの無料化ですが、一方で橋とトンネルの維持や改修にかかる費用はこれまで通行料で賄ってきました。その額は年間でおよそ5億円に上りますが、これらの費用は今後北九州市が負担することになります。通行料金の無料化が地域にどのような効果を今後もたらしていくのか、期待を含めて見ていく必要があります。さあ、それでは変わりまして